佐藤愛子。100歳は別に目指すってほどのことではないんですよ。ただ生きている。それだけのこと。エッセイを元にした映画、90歳。何がめでたい。佐藤愛子。作家。出来上がった写真を見て、我ながらすっかり老婆という感じね。私のことはもう皆さんお忘れでしょう。すっかりボケてると思われてるんじゃないですか？軽口を叩く声は明るく、目には光が満ちている。昨週、100歳の誕生日を迎えた。冬の間は体調が優れない日も多かったが、春先からこの方、ずっと調子がいいんです。本誌連載エッセイをまとめた思い出のくずかごは、私にとって最後の本と語る。書きたいものは出し尽くしちゃって、すっからかん。原稿用紙は埃をかぶっています。仕事は再刊される書籍の構成がたまに入るくらい。世間の人の乗る電車が目の前を通り過ぎていく。それを眺めているような心境です。読者から寄せられたハガキにはつぶさに目を通している。私も100歳を目指して頑張ります。という文面に別に目指すってほどのことではないんですよ。ただ生きている。それだけのこと、と柔らかく微笑む。70人いた女学校の同級生は、昨年、親しかった友達が亡くなって、ついに最後の一人になりました。お寂しいでしょう、と問えば、いやあ、寂しいなんてことももうなくなりました。長年通う整体治療に、週に一度は出かける。一週間の疲れが消えて、楽になります。お元気そうと伝えると、それでも耳が聞こえにくくなりましてね。聞こえないと気がめいるし、考えることも億劫になってくる。聞こえの衰えは頭の衰えにつながるという。88歳で最後の長編小説、晩鐘を書き終え、作家生活に幕を下ろした佐藤さんが、90歳で再び筆を取ったのが、この度映画化された、90歳。何がめでたいんだ。ミリオンセラーとなり取材が殺到。疲労困憊した佐藤さんはまたも引退を決意する。しかし、いつしか自然と書き始めていた。たびたび断筆宣言を覆してきた佐藤さん。また原稿用紙に向かう日も来ると期待したいが。もう100歳ですからね。若い頃は別れた亭主の借金を返すために書いていたこともあるけれど、今はお金もいらないし、欲も一切なくなりました。さっぱりした表情を見せた。昨年100歳を迎えた佐藤愛子さんのエッセイを原作とした映画、90歳。何がめでたいは6月21日より全国公開。佐藤愛子。作家。1923年大阪府生まれ。90歳。何がめでたいが映画化され、6月21日全国公開。思い出のくずかごが好評発売中。